はい、ハロー、ボンジュール、ハルショー。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ニコライです。はい、今日はね、ちょっと面白いものを発見したんで、皆さんに紹介したいと思います。実はですね、今、ロシアの新セポップ街にちょっと殴り込みをかけようと思っておりまして、モスクワのね、女の子とちょっと、音源制作なんかはやってるんですけどね。で、昨日ね、ちょっとギターソロを、撮って、見たんです。ギターソロといってもね、これ VST でギターソロ取ったんですよ。ちょっとまずそのギターソロでもね、こういうギターソロが今日の話じゃないんですけど、ギターソロまず聞いてもらいましょう。はい、こんな感じ。なかなかね、VST 新鮮音源にしてはいい音してますよね。はい。で、これをね、まあ、ダンスミュージック系に乗っけるんですけど、よくほら、なんだっけ、ハイエナ事件の人って、こういうギターオーディオを、なんか、ガチガチに分解して、ギトギトにやってますよね、よくね。で、あれね、なんかできないかなと思って、僕もいろいろ探してたんですけども、あったんですよ、これが、このキューベスの中に。それはね、このループマッシュ FX ってやつで、今日はね、これの紹介なんですけどね。これがね、すごいんですよ。このテープをね、ぐにゃってやったり、16分音符でなんか切り刻んだりすることができるんですよね。ちょっとまあやってみましょうか。さっきのギターソロをここで、かける。かけるとここにね、この中に波形が出てくるんですよ。ね、こんな感じでね、遊べたりするんですよね。で、このリアルタイムでこうオペレーションした情報は、このオートメーション書き込みをオンにしてやることによって、自動で書き込んでくれるので、そのままなんていうか、そのパフォーマンスが、このキューベースの中に記録されると。でね、あとはまあこういうところで、パラメータをあとは自分の手で好きなように、いじって調整をして、完成ということになるんですけども、まあそういうことができるんですね。じゃあこれをちょっとバックトラックを流して、どうパフォーマンスができるか、ちょっとやってみたいと思いますね。リークします。はい。こんな感じですかね。はい。それでは、日露友好50周年、50周年か何年か分かんないけど、適当に言ってますけど、という野望を抱きまして、ロシア新セポップ界、頑張って、殴り込みかけるぞ。あ、殴り込みかけたらいけないか。ね、日露友好を目指して頑張ってみるぞ。ということで、ニコライでした。じゃあねー。うん。